こんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、視聴者さんからお悩みの DM をいただいたので、それに答えていくという動画です。私一度読んじゃったんですよ、その DM。 めちゃめちゃ爆笑しちゃったんですけども、本当にすいません。 DM 読み終わったら真面目になるんで、 DM もう一回今読みますけども、多分笑っちゃうので、それはご了承くださいっていう感じでお願いします。読みます。女の子になりたい新高2です。今クラスに好きな男の子がいるのですが、やっぱりまだ男の子の見た目なので早く性転換したいです。私は結構中性的な顔でセクゾっぽい感じ。セクゾってあれですよね、セクシーゾーンさんですよね、ジャニーズ系。だからジャニーズ系っぽい顔してるってことですよね、と言われます。もしそんな私が性転換したら、そこそこ可愛くなれますかね。モテないと意味ないと思ってるので、回答よろしくお願いしますってことなんですけども、当時私も中 2,3 年ぐらいの時に、タレントの椿彩菜さんっていう元男の子のタレントさんいらっしゃるじゃないですか。こんな感じの文面をめちゃくちゃ送りまくって、うるむしされたんですよね。なのでその時の私の感じ思い出して笑っちゃってるとか言って、全然この文面で笑ってるわけではありません。でまず結論から言うと、元男の子はですね、死ぬほどモテません。全くモテません。性転換して体が女の子になって、戸籍もちゃんと女性の戸籍になったとしてもモテません。モテる意味合いも変わってくるんですけども、男性が本能的にこの人と一緒にいたいみたいな感じで言うモテ、言うとまあモテないのかなと思います。それはもう今7年この女として、生きた上で私は感じたことなんですけども、この方からのお悩み DM はもうここで終わってしまうんですけども、それだとちょっと物足りないと思うんで、私が今まで体感した非モテ、それを今日はですね、何個か話していこうかなと思います。エピソードトークです。意外と例外もあるんですよ。元男の子ですって言わずに、女として貫き通してる間モテる、ある程度モテますね。私で言うと、よく食べに行ってたファミレスの店員さんが今日も来てくれたんですよねみたいな感じで、 4,5 回目ぐらいから連絡先教えてもらえませんかみたいな、オーダー来た際にこう言ってくれるようになったんですけども、ちょっと私はもうよく分かんなかったんで断ってたんですけども、私がたまたまそのファミレスの近くの駅前歩いてたら、仕事終わりのその店員さんが来て、本当に一目惚れしたんです、よかったらご飯行きませんか、年下の男の子なんですよね、結構イケメンの声優志望みたいならしいです。実際にその方とご飯行ったんですよ。私としてはですね、すごい私のこと好きになってくれる子って珍しいなみたいな感じで嬉しかったんですけども、やっぱり仲良くなったらなったで、自分がもともと男性だったっていうこと言わなきゃいけないじゃないですか。なので私はその方にですね、実は元男の子なんですみたいなこと言ったんですよ。そしたらその時の反応は、えみたいな、びっくりされたんですよね。全然見えないです、あれもしかして多分引いてないパターンの人だなみたいな、その日はですね、もう全然普通に、軽いデートみたいな感じで解散したんですけども、その後彼からですね、連絡来ることなかったです。この人から私は LINE をブロックされたっていう、悲しくない？そういうことがありました。それ以外でも同窓会とか、私の男子時代の同窓会だからあれですよね、小中高とかの同窓会に行った際とかは、そうよく言われるのが、お前の昔を知っちゃってるから無理だなみたいな、でも知らなかったらめちゃめちゃ可愛いよみたいな感じで褒めてもらえるんですよ。これ全然嬉しくないんですけども、お世辞で言ってんだろうなって感じで聞いてますけども、別に私はその同窓会の友達と別に付き合いというか、別にそんなんないですよ、ないですけども、で言うても同窓会で会ってる友達って学生じゃない友達だから、本音で話せる中ですよ。本音で話せる中で、お前の真実を知ってるから無理だけどみたいな言葉が出るってことは、どの男性も同じだと思うんですよ。極論ですよ、大多数の男性はそう思うんじゃないのかなっていう、お前の元々の子って真実を知らなければ付き合えるけども、知ったら無理かなみたいな。モテるっていうのは何なんでしょう。あとあれだ、私動画で話したと思うんですけども、その飲み屋時代に、でその飲み屋ですね、普通の女の子が働くスナックだったんですけども、そのスナックで働いていたお客さんに好意を持っていただいたんですよね。その時私別に元男の子なんですって言わずに、女の人ですみたいな感じで通してたから、向こうは女として私のことを接してくると思うんですけども、そのお客さんと私なんか休日デートっていうか、あれなんていうんですか、同伴、飲み屋で言うと同伴っていうのか、お客さんと休日に会うっていうか、接待ですよね。でそのお客さんがなんかカフェで話すよりも、なんか君と二人きりで話したいから、ちょっとホテル行かないみたいな感じだったんですよね。ホテルって言ったらさ、やばくないみたいな感じで私思ったんですけども、ホテル入ってもう案の定ですね、そういう体の雰囲気になりだして、私は無抵抗するしかなかったんですよね。なんかもうその場で言いくるめられてしまって、良くないんですけども、
あれ昔ですよ、だいぶ昔ですけど、このお客さんとなんかもう本当にもういざ始まるぞみたいな、始まるぞって感じになってて、一緒にこうやって横でベッドで寝てる時に、まだ私服着てますよ、服着てる時にお客さんが、いやもういいじゃんみたいな、もうここまで来たんだからいいじゃんみたいな感じになって、私のこのまあ下履いてるやつをフッってこうやって勢いで、もういいじゃんいいじゃんほらもういいからみたいな感じでヒュッってやったら、私のポコチンがピューン、はい、そんな感じで私はホテルで個人がついてることをバレてしまったんですけども、その後どうなったかっていうと、私があのシャワー浴びてる最中にその人が部屋からいなくなってたっていう、そういうことがありました。だからそういうことなんですよ。ただ例外もあるんですよね。むしろ元男の子と知っててめちゃくちゃ持ってたこともあります。それはですね、あのニューハーフバーで働いてた時ですね。もうみんな私が元男だと知ってて来てくれるわけなんで、ギャップを変に感じないわけですよ。むしろそういうお店でなんかもう姫扱いみたいな感じで私当時されてた、本当にモテたっていうか、どっちかっていうとちょっと言葉悪くなっちゃうかもしれないですけど、働いてたお店が同僚がですね、私よりももう倍ぐらいの年齢の人が多かったんですよ。若くても40代とかの同僚のお姉さん方が多いから、私だけだったんですよ、20代前半でピチピチの。お店のその同僚からもお客さんからもなんかもう姫みたいな感じで私扱われてた。だから私もめちゃめちゃ勘違いしちゃうわけですよ。私ってそんなにモテるみたいな、モテモテじゃんみたいな。勘違いしていくとどうなるかっていうと、あのニューハーフバーで働いてるくせにお客さんに、カノンちゃんって体どうなってんのって聞かれた時に、いや私女だからみたいな感じで言っちゃうっていう勘違い、もう鼻正しいですよね。だからさ、当時そのお店で働いてた時に来てくれてたお客さん、たまに女性のお客さんとか来るんですよ。でその女性のお客さんに、私未だに、あの私元男の子なんですって言えてないの。その女のお客さんが来てる時に、お店が結構そのやんちゃするような感じのお店だったんですよね。上品な感じっていうよりかは本当にもうふざけ倒すみたいな、いやーみたいな感じのお店だったから、それを先輩がしてて、他のあんたも一緒にこうやってほげて盛り上げなさいみたいな、こうやって先輩が言われたんですよ。もうお店がなんかシャンパンコールみたいになったから、シャンパンみたいな、もうそんな感じだったの。ほらカノも立ちなさいみたいな感じで、その時に私がついていた席の男性と女性のお客さんが、まあ私がその、私はあの女なんですけども、ここで働いてるんですよみたいな感じで言っちゃったから、カノンちゃん女の子なんだから、そんなのやめてあげてよお姉さんたちみたいな感じで、そうやって一人で快感を感じてましたね。クソみたいなエピソードトークですけども、そこだけでしか私は女扱いさせてるんだみたいな喜びを感じれなかったんで、なのでよくわかるんですよ、周りのその元男の子さんとか、なんだろう、もう元男の子っていう素性を隠して本当に女性として世の中に溶け込みたいみたいな、だから私とは絡まないみたいな、ごめんねって、あの動画にも出てあげられないみたいな、私女として生きてるからっていう方々が結構いるのは、まあ、わかります。すごいあれですよ、あの動画以外ではあるけども、動画にはちょっともう、いや私も元男の子で世間にバレたくないから、当時の飲み屋の先輩とかにも言われるんで、まあ、私のようなそのネットで発信してるような元男の子さんはちょっと変わってるのかもしれないなと、まあそう感じます。周りの元男の子さんを見てると、むしろそっちの素性を隠して生きてる元男の子さんの方が圧倒的に人口多いと思うんで、それぐらい元男の子っていうのは時代は進歩したといえども、まあ、難しい部分はあんのかなと思います。という感じで今日はですね、久しぶりに DM にお答えするという動画を撮りました。少しでも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、TikTok もやってますので、画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ごめんなさい、肝心の答え言うの忘れてたんですけども、まあ、結論の冒頭で言いましたよね、元男の子は全然モテませんと。まあそれは分かったと。じゃあどうするのってことなんですけども、私の周りの元男の子さんを見ると、どっちかっていうと子供とかには興味ないよっていう方とは結ばれているようなイメージ。元男の子さんは子供を作ることはできないんで、そこを妥協できる男性とお付き合いしてたりとか結婚されてる元男の子さんが多いかなっていうイメージですね。なんでそういった方と接点持つのが一番近いと思うんで、まあ、モテるのは難しいと思うんですけども、これが答えになってるか分かんないですけども、まあ、モテるモテないって言ったらモテないっていうことです。